武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は大分大学の医学部医学科の入試について話していきたいと思います。大分大学他の学部学科に関しましてはまた別の動画、がありますのでそちらをご覧になってください。で、医学部医学科ですが、まず科目英数理科2個、のオーソドックスな形で、全部配点が100点ずつ、という形になっております。で、まあ、センターのパーセンテージですね、こちらもまあ割と、オーソドックスの8割後半できれば9割目標という形になっております。で、まあ、一個一個の科目、やり方は話していきますが、まあ、全体的に問題の難易度そのものは、めちゃめちゃ難しいというよりは、ちゃんと完成度上げられているかどうかという勝負の、大学となっています。ではですね、それぞれの科目の、勉強法、英語、数学、物理、化学、生物とありますので、自分が見たい科目を選択してください。